人間居住科学とは人間の居住空間を科学的方法で検討し居住の権利を実践するもので生活環境の快適性を追求することを目的としその実効性は国際連合人間居住計画が担っている。なお人間居住に相当する一般的な英体薬はヒューマンセトルメントだが学術的にはイキスティックスを用いる。これは 土着を意味するイシーシスとギリシア語での植民地を意味するカッパイオータシグマタウを引用したオイシスを合わせた造語になる。この節は英語版ウィキペディアのイキスティックスを主体とする人間居住科学の源流はアリストテレス全集の自然学第4巻場所に禁する。古代ギリシアでは植民地から派生したポリスの形成を形容する。 カッパイオタシグマタウイオタカッパという思想があり、既存の自然発生し、無秩序に発展する猥雑な市街地に対して、ギリシア人による理論的な都市計画が理想とされた。計画都市は後に、アレキサンダー大王によるアレクサンドリアによって広まった。その後に続いた古代ローマによる植民地は、ローマ風の神殿や闘技場を設け、快適性で言えば、 ローマ水道やローマ街道を敷設し、市民居住区ではインスラを整備したが、ギリシア流の都市計画は必ずしも引き継がれるものではなかった。近代以降、無から始める都市計画はアメリカのような開拓国家で、科学的理論的な都市計画はソビエト連邦など社会主義国家で実践された。しかし、スターリン様式はそれまでの地域の伝統や、 気候風土を無視し、あまりにも、確一的で、精神衛生上必ずしも快適であったとは、言い難い。そうした意味で、中国歴代王朝が築いた五番の目上の区画と、城壁で囲み範囲を特定した上司は、より完成度の高い計画都市といえ、それを模した平城系や平安系、あるいは江戸も同様と言える。ただしそこには風水など、非科学的な要因が含まれてくる。 人間居住科学は人間の移動の対極として施行された。そこには、家屋、住宅のデザイン、美的感覚や居心地の良さのような心理的要因から、社会、政治、経済、環境、文化、インフラストラクチャーなど多様な要素が複雑に絡み合う。現実的には古代ギリシア人が考えた無から始める都市計画は困難で、実際には都市再生や、 社会の再構築が主体となり、人間生態系と都市生態系を伴う持続可能な生活と持続可能な都市の構築にある。一方で人間の居住空間は必ずしも都市とは限らない。遊牧民のような移動生活、水上生活やミャンマーの猛犬族のような洋上生活を送る人々にとっては、その場所の存続が死活問題となる。また、 居住空間における社会的結束や社会的包摂も目指すものである。日本では高度経済成長期の通勤混雑や公害、エディット・クレッソンがうさぎ小屋と揶揄した競争家屋などを改善すべく、官民挙げての取り組みが行われてきた。1985年に開催された国際科学技術博覧会のテーマが人間、居住、環境と科学技術であり、 住環境への関心が高まっていたことを物語る。日本では都市型水害などが問題となっているが、特に人指定住者にとって自然災害は生活圏を脅かすものであり、その原因とされる地球温暖化の要因には都市が排出する熱の影響が指摘されており、エネルギー効率改善都市のような取り組みが注目される。また、スラムやゴーストタウンはあるいはインナーシティ、 日本では、限界集落のような過疎地域と、対極的な東京一極集中を筆頭とする人口過密が人間居住の先行きを危ういものにしかねず、コンパクトシティは有効と思われる。さらに高齢化社会におけるバリアフリー化やコンピューターインターネット社会における快適性を追求するスマートシティの実現も望まれる。 近年の欧米では居住科学に自然と人間の共生やスローライフの思想が取り込まれ、都市農業、近郊農業を導入する田園都市が盛んになってきている。また、欧州連合では人間中心主義に基づく人間都市を立ち上げた。先進国では人口減少社会へと転じたが、途上国では人口爆発による人口過多が収まらず、 住宅不足が懸念されている。加えて、被災地の仮設住宅や、紛争地における難民キャンプのような一時的な居住空間の環境改善も検討されるべきで、国際連合がアジェンダ21で持続可能な人間居住の開発の促進を明記し、持続可能な開発のための2030アジェンダでは、持続可能な開発目標において、 包括的で安全かつ耐久的な人間居住の実現を掲げている。2016年に開催されたハビタット3において21世紀の都市生活を探求するニューアーバンアジェンダが採択された。HumanCities EU The r m i x of Density リチャードフロリダザ・アトランティック2012年5月16日ありがとうございます。